どうも、ジャムスゲームスポー MGCTV マルベリーとホットマンでございますさあ、ホットマンさん、はい、今日はちょっとゲーム実況じゃありませんがそうですね、ちょっとしたアプリ紹介をしたいと思いますマイアイドルというね、ちょっと、えー、左画面向かって左側の私のマルベリーの、えー、画面のアイコンが今映ってる状態なんですねうん、うんうん、あ、なるほどなるほど、はい。じゃあちょっとタップします。ついに デデビビュューーしちちゃう私たちもアイドルデビュー <laughs> なんだこれなんて読むのかわかんないこちらね中国のね中国で開発されたアプリケーションなんで、うん、お全てが中国語で採入,入中とか書いてたね入中とかね、うんうん、なんかこれ喋ってるんだけど音入ってなくねあ音入れてるあまだここ音入んねえのかなんか口パクパクしてるだけかいやなんかえでも音楽は流れてるでしょ 流れてない流れてないあ流れてないなうんうんはい、はい、でえー、まあ今ホットマンさんと同じ画面まで来ましたあ来ました蝶々がはい来ました来ましたはいはいじゃあこれもうねクリックしてみよっかなんか薄くねタップすると書いてあるんですよねそうそうそうでこれタップしましょうと、うん、あと「i ローディング」はい「はい美女来ました美女」ビジョこれタップするとなんかこう 説明ののムービービみたいなのが出るんですよねうんそうですね。で多分左上のドゥンを押すとキャンセルっぽいのができるんですけど、うん、これなんかなんか問われるんですけどはいはいはい。ドゥンを押したらなんか左側がいいえ的な感じだと思うんで、うん、左を押すとそうだね。動画に戻っちゃうんですよね。そうなんですよ。だからこの動画を,右を動画のメーターをぐーっとこう。 右側に持ってっちゃうとなるほどなるほどはいこういうことねそう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 はははいいい。そうすると全部画面に行ってで上はもう一回見るですよねこれ最茶を最茶をいいツーかな最茶をいいツーでその下が多分これみたいなね。ペンペンティー拍車みたいなはい。なんかカメラで撮る的な話でしょですねででここ カメラ画面になるんで一旦画面をえー、っと落としますね落としましょうかはいはいえー、っとこれでカメラボタンを押しますとはいあでもこれあまだだなうんいいかじゃあちょっと画面戻しましょうかはいはいはいまだそ外画面の状態になってますねこっちはですねはいで何ですかこう左上で多分明るさ調整とかできるよと そうですねはい今こんな感じでございます外カメが映っておりますがこれインカメにするのはどうやってするのインカムちょっと待ってくださいとりあえずえー、っとここからは画面になるんで一回あ画面っていうか映像出るんで一回画面落としましたはいはいでタップしてみてくださいはいタップしましたあなんかそれ対応してないっぽいねホットマンさんの方ちょっとあやっぱり画面戻しましょうか 私の方の、はい、と画面が違いますねあそうですかなんか書いてますね iPhone 的みたいなおっとっまた古いってやついや違うこれ設置って書いてるから設定だね多分あ設定か設定からそれあのこのアプリのカメラアクセスを許可してくださいみたいな感じになってんだねあなるほどねうん<あ>今許可しようかじゃあちょっと画面落としますねはい <laughs> これ画面落としてる時に真っ暗になってるけどね あれなんか、ホトマンさん <laughs>、ホトマンさん、ああ、いいのか、戻ったのか。ちょっと待ってくださいね。画面、うん、あの、設定いきます。はい、落としてます。設定で、えー、っと、マイアイドル。私はアイドル。マイアイドル。あれですね、アップ,アップルストアから、あのー、 アルファベット英語で MyIDOL の MyIDOL My で当たりますね,すねじゃちょっとよし設定は直した、はい、じゃ画面もう一回戻しますねはいまだ私の外カムになってるんではい来ましたねはいはいさあさあサーシャ来たサーシャサーシャちゃんなのこれ サシャちゃん <laughs> そんな名前だったおおお来ましたねおおおはい来てますねはい外カム余計なもん映らないようにしてくださいよはい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 、はい、それミラーされちゃってるからさその下の何キーボードみたいなとこ映してはいはいはい、はい、あそうですね今大体同じような映像が私のとこにも映ってます、はい、で左上があれですねあの明るさとか調整できる感じですね,すいね、うん、これフラッシュがつくんだあなるほどね、はい で右上が、右上がこれ押さないでね。うん、これインカムになるやつですね。はいはいはい。ぐらいですね。で、あと真ん中の画面の映ってるところピッてタップすると写真が撮れるみたいです。はいはいはい。じゃあちょっと、えー、一回撮ってみますか、内壁にもして。はい、わかりました。はい、画面を落としました。どうぞ、内壁に切り替えてください。はい。はい。で、あれですね。あの、私、メガネしてるんですけど、 はい、あのメガネしてる人とかはメガネを外した方がいいですねそうですね、はい、でちゃんとこう10線があるんでそれに合わせてですねで顔全体がこうきれいに入るぐらいまで引いた引いた方がいいんだねそうですね引いた感じの方がで緑のなんか枠みたいに出てきますよね、うん、出てきますそれがなんかフォーカスを追ってくれてるんでそれがぴったり合うところで 画面を間違えた何間違えました合わないとこでやっちゃったよあでもとりあえずえー、っとちょっと待ってくださいね画面を戻します一回、はい、これで取った後こんな感じになりますねはい取った後こんな,なんか正しく取れてる回みたいな まあ、多分正面からは OK だけど斜めとか横とか曲がったりしてないかいみたいなはいはいでそれをなんか指で動かしたりスワイプしながら回したりスワイプすると調整できるよという画面が説明が来てますねなるほどね、はい、で、えー、画面落としたんで一回タップしてくださいはい、で中心線とかずれてるじゃないですか、はい、これを 合わせるみたいですねあなるほどねはい合わせましたちょっと待ってくださいねあすごいね OK ですかはい OK です、はい、でなんかバツと緑のチェックマークみたいなのがあるんではい、はい、チェックマークの方を押すと押しましょうチェックマークをはい そうするとなんかビーンってこうスキャンニングされるような感じになりますね。ですね。画面は真っ暗でございますが <laughs>。はい。スキャンされてますね。はい。で、その後。ホットマンさんがまだスキャン、スキャン中。もう出来上がったんですかあお,おで、えー、ちょっと画面を戻しますね。はい、はい。で、

<laughs> 私も顔を出してるんでね全然平気ですけどまあいいですけど、はいはい、そ,それを合わせると、はい、じゃあホットマンの方だけ出しますか出してください、はい、じゃホットマンさんの方だけ出してますでこれ顎の位置とかをきれいに合わせないとあの入んないんですよねなるほどね輪郭 輪郭も切れちゃうので大体口とかね鼻とか目とかは大体いい位置にもうなってるねですね多少多少あの左側が多分ずれてると思うんでこれ耳かで目も多分黒目のラインっていうよりかは まぶたのまぶたじゃねえ外側だね、うん、外側を選択した方が良さそうですねですね <laughs> でもこう撮った写真がどんだけ似てるのかっていうのが出ても確かにいいからこう出ちゃってよかったですよ私ああそうですね、うん、まあむしろ最初からホットマンさんの方出してればよかったですね そうですね <laughs> 私は大体 OK かな私も OK ですよでなんか男性女性を選べるみたいな男性を今回はで私女性なんでやめろや <お S 1> <laughs> <laughs> 男性を選んでみてください男ではい <さあ S 1> そうするとなんかこうピーンってまたスキャ,ンスキャニング中みたいなスキャニング採入中入さあどうくる<入>楽しみですね楽しみですね ちょっと画面そのままにしといてくださいねはいじゃあ私の画面も戻しますとはい、はい、で、えー、なんかこれで完成だよみたいなはい感じの画面になりましてタップしましょうタップんで右上に押すとなんかなんかを追加できるみたいそうだねなんかフレンドマークっぽいよねなんかプラスなんじゃないまた新しいやつ作れるんじゃないああかもね うん、でもう一回タップすると今度左下にこれアバター的な感じですよねこれそうですねでその隣がモーション的なやつそうですねはい押してくださいほとまさんはい、はいはい、もう一回押してくださいはいでこれはなんかポージングするやつとかあと顔みたいなね表情みたいなねだねいろいろと、まあ、変えられるということですねでこれ OK であ 通知通知しますかよくわかんないんで家にしましょう左で不良ですねこれ何 <laughs> これなんか全然合ってないんだけど何 <laughs> から最初にやった方が似てたんだけど <laughs> え何マルベリーホットマンはそのままですね変わんないねめっちゃそのままですね私の <laughs> 私のちょっとこれ取り直した方がいいかもしれないなあそうっすか私なんかはいちょっと間違ったっぽいですね、はい、あの設定を <laughs> どう間違ったのかをこっちで見えてないからあれなんだけど <laughs> ちょっと全然似てない感じになっちゃうちょっと待ってねこれ戻,戻れるのかなあちげ。プラスでつ作れないのかなこれもう一回やるにはどうしたらいいんだろうねね まあその間じゃあちょっとこう私説明していきましょうかあ,あですねなんかアバターとかやっててみてください、うんうん、まずこの左一番左下のこの服のマークのところでこう髪型とか肌の色とかですねいろいろ変えれますねあ服装も変えれますねあ服装も変えれんだうんまずはでも髪型でしょ 髪型近づけないと似てこないんでなんかこうはい左側に入っちゃってますよねこれなんでだろうこれこれなんか何それこれ私さっき さっき似てたよすごいさっきやったやつの方が似てましたよね似てた似てたさっきじゃあさっきの写真にしようかなじゃあうんしょうがないから今回はでもさっきのやつ眼鏡かけてるんですよねああでもまあいつもの感じでいいんじゃないですか、まあ、まあいいでしょう結構髪型がないんですよねでも結構量ありますよ 確かに、はい、あこれはやっぱさメガネのやつの方が似てますね似てるよねただメガネのやつだとやべずれちゃってんだよなもう一回メガネのやつでメガネのやつでちょっと微調整しよういやしかしこれ面白いですね まあホットマンさんそのままですよねむしろ似てますかねそのままですよねまあでもやっぱこう鼻と口のもう鼻と口はそのままですよね、はい、あていうかこれその冒頭になんでこのアプリ紹介す,するのか言ってなかったよねそうですねこのアプリあれなんですよね今世界でなんか世界的にえー、何 人気人気今、話題になってる。今、話題になってるということで、ただまあ、YouTube の方には、まだ動画が上がってないと。そうなんですよ。最速で我々がもう、今のトレンドにね、乗って、乗っかって、乗っかって、はい。やってやろうじゃないかということですよね。はい。それを言うの忘れてましたね。 うっかり大事なとこ忘れてましたね。<laughs> あんたら何やってるのと。確かに。なっちゃいますよ。<laughs> アバターを作ってさと。はい。お、すごい、でも、服とかも細かく選べるわ。オッケー、オッケー。オッケー。ちょっとなんか、眼鏡がやっぱり変ですけど。あ,あ。あ。パンツ。<laughs> あ。<laughs> 私、現れました。これ、クリソツですね。クリソツ。はい。楽しみだな。 じゃ私もちょっとアバターをまずなんだこれ肌の色肌の色はこのままだよね肌の色大丈夫じゃないそのままでこれ何だろうこれなんて書いてるのかが分かんないからねこれ変えてみるしかないよねそうなんですよあこれ顔の太さだ顔の太さも変えれるんだうんなんかシュワシュワのおじいちゃんみたいにできる <laughs> あそんなあ年齢ってことかこれ そうなのかななんだこれか顔が顔長になっちゃってこれなんかおかしいわこれがさっきの肌の色はまあこんなんでいいよなで服で服はなんだこれなんかいっぱい選べるね服は 4, 4種類ぐらいしかないのいや服いっぱいあるよえ何何、ね、これ 服ももうなんかとにかくいっぱいあるわ。靴までいっぱいあるもん。え違う違う左から2番目のやつ。<laughs> これさ女の子のやつしかないじゃん。あ裸になった。<laughs> 裸になえ裸になってから服いっぱいあるでしょ。えないよ。嘘、うん上。上位とか階とか仮装上位とか仮装とかない？いやだから左から2番目だってってるでしょ。あ<ー>あじゃあ3番目か。 まあいいわあ本当だ本当だ髪型髪型これ2回タップすると変わるんですねそうですね私今ちょっと短めなんですよね髪ないなちょっとあなた黙りこくってやんないでくださいね <laughs> これね 髪型選びが結構難しい。難しいですね。うん。やっぱ中国産ん,ん？韓国産ど,、うん、どこさんこれ？中国か。中国だわ。やっぱ中国で流行ってる髪型なんですかねこれ。どうなんだろうね。結構笑いを考えた髪型もあるけどね。確かに。なんかハゲてるっぽい感じになるよね、うん。どうしようかな。サングラスつけますか。<laughs> これハゲボーズにしたらウケんだけど。 まあちょっとそれっぽいのがないからこれだな唯一いやでもこれ頭でかこれ頭ちっちゃくできないのいやこれもうそういうもんなの <laughs> そういうもんなのってうん頭でかいもんなのさ <laughs> ああ髪かいうん髪型なんか合うやつと合わないやつあるよねだからねあるねうん難しいなああ,あそういうことこれまあ うんちょっと違うんだけどな、まあ、髪長かった頃はこんな感じかなで私はメガネしてるんでちょっとなんか眼鏡っぽいのかけないと、はい、<laughs> メガネ二重になっちゃってますけどねメガネの二重付けですかま普段そうですからねサングラスとああそうか瞳の色まで選べますからねマジっすかブラックですよブラック ああこれこれサングラスのさ、うん、あの右からにちょっとサングラスのとこ行ってくださいサングラスはいはい、はい、で右から2番目あ右一番右から2番目一番右の2番目の下の段のやつ、うん、ちょっとつけてみてくださいこれですねこれ私持ってましたよね持ってるやつやね <laughs> ここれれしかかなないいじゃですそれ持ってるやつやねこれしかないじゃないですかほんまやほんまやあれこれ私の明細柄じゃないですか違うねちょっと違いますねヒゲヒゲもうすでに生えてんだけどなこれヒゲいらないなこれえ最初からちゃんとついたヒゲヒゲは入ってますね私はあそうなんだ まあでも顎ひげがちょっと薄いかな。顎ひげだけ補正入れますか。そうね。あれこれサングラス外すことできないの。えっともう一回タップしたら外れますよ。あそうなんだ。うん、こんな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 顎ひげってないんだよな。ひげってこういう風に書くんだね。ごま子供みたいな。 <laughs> ごま子供 <laughs> <laughs> ごま子みたいな <laughs> あでなんかこれ顔に文字が入るのかなほんとだ <laughs> なんか血流せ血流してるやつとかいろいろあるけど、はい、これはいらないなですね、はい、でこっからその次服ですよ服服だ服上着、はい、上着超いっぱいあるんだけどね私あの 黒の V ネック T シャツいいんだけど <laughs> いつものやつねいつものやつあるかな黒 V はないねないうんじゃあタンクトップでしょタンクトップでいや白シャツであすげえシャツ結構立体的そうなのさ結構立体的だよね結構立体的ですね 俺も思ったそれで下はデニムでいいかいそうですねなんかデニムオンデニムですからねああ<ー>こ,このデニムこのデニム私を履いてそうなデニムですねで靴靴は靴 靴私っぽいのなんかないですか靴はもう丸リーさん大好きじゃないですか元靴屋さんですからね、うん、あこれいいじゃん <laughs> 靴分かんね靴なんでもいいんじゃないかなんでもいいな <laughs> うんあセットアップもあるのかなこれあ本当だ っていう感じですねちょっとでもサングラスこれはやっぱり違うのにするわこれだと顔がわかんねえわ <laughs> かんなくなっちゃううん目もちょっとちげえな普通のやつでいいや,いやでもこれこれ,これすごいねタキシードみたいなやつねセットアップでねああるんですかあるわこれ使えるね何が使えるんだ <laughs> 私たちのヘッダー画像に <laughs> ヘッダー画像にかよ <laughs> うん私できましたこちらもできましたよできましたじゃあ完成を押そうか完成を押しましょうはい完成、はい、おおあ<ー><ー>あなた頭でかくねでかいですあなんか旗振ってんじゃん振ってますよアイドルですからえ旗振りはどれで設定したんですかなもしてないよ え勝手に振,るのこれ、うん、振ってくれると思うよ。あマジか。うん、じゃあちょっと,、えー、と今のが左あ私バスケットボール持った。マジでうん。あれ今度俺紙飛行機飛ばしてるわ。ほんまや。いや似てんなこれしかしちょっと本当にほ <laughs> から下 <laughs> で今度は今のはアバターだったと。ですね。であと右3ついろいろあるんですけど <laughs>、うん、まあ今回はまずあの動きがある方が面白いと思うので。うん モーションモーションですねはい左から2番目左から2番目 2> 押しましょうこれでなんかいろいろあるんですよ、はい、一番左がおすすめですよねだねで日常とかムービーとかいろいろあるんですけど、はい、まあ我々 YouTube に動画上げてるんで一応 MV のこれムービーじゃないのかムービーじゃないこれセクシーバックってやつなんだろう セクシーバッグえどこどこあ過ぎた過ぎた <laughs> 気持ち悪い <laughs> 気持ち悪い <laughs> えーっとねもうちょい右ああったうんすれません超気持ち悪いこれん <laughs> <laughs> セクシーバッグおお すごいねこれ <laughs> これがセクシーバッグ <laughs> ちょっとこれこれはちょっとやっぱりホットマンさん我々昔クワッコっていうストリートライブミ、はいはい、ュージシャンですね、うん、ストリートバンド組んでたじゃないですかはいはいホットマンさんボーカルっぽいのあったじゃないですかどれ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 左側にこれですねいやもっと左になんかスタンドマイクああか。ああ ハンドマイクどっちかまあスタンドマイクの方がいいんじゃないですかハンドマイクハート出てますからねうんこっちですねスタンドマイクの方でいってみましょうか、はい、タップしましたタップしましたよあらオペラかあじゃあ「オペラ」ではないわ いやちょっとこれウケんだけど <laughs> じゃあ私ギター弾くんでギターにしたいと思いますこれ一回タップするとなんかそのムービーをダウンロードするみたいですねなるほどねちょっと待ち時間ありますねウェイト的なでアイコンがクレアウトからクリアに変わってから再度タップするとそうですね変わりますねおっ これすごいわいい感じギターいい感じですわギターちょっとハンドマイクにしようかなえこれさ音入ってないよねいやこっちは入ってるわてな音入ってない,てないねさっきから一回も入ってないの音うん音が入ってるからかないや関係ないと思います まあちょっとおとなしでございましたがしょ,しょうがないですねですねはいじゃあハンドマイクに変えてみますそうですね私ギターでいいですわこれじゃあ私はちょっとハンドマイクの方にあでもホットマンあ,あいいじゃんいいじゃんこれだわ「きたろーって書いてる <laughs> これウケんだマジで <laughs> じゃあこれで で,すね、で、すねで一番右下のやつがなんかこれで確定っぽいよね。あ、そうだね。じゃ右下を押してみましょうか。そうするとこうシェアできるんですよね。シェア多分なんかこう押しましたいや、まだです。あ、押します今。おおそういうことね。シェアなんかできる感じだね。はい、で、これ。 自体は対応してるアプリが多分ないと思うんで、はい、これ右一番右上は何なんだろうねこれで保存とかできるのかなじゃないあ戻っちゃった右上でうん左上が戻るんじゃないの変換って書いてるけどいや右上で戻っちゃったよあ本ほんとこれで何にシェアすりゃいいんだろうねアカウント持ってないからシェアできなくねこれこれを あれじゃない、この。本気そうたなみたいなやつじゃない。<え>これ、これにしたら、保存されるんじゃない。本気そうたな。うん、ああ、なるほどね。うん。これ多分、あれでしょカメラロールとかでしょちょっと一回、画面落としてやってみますか。うん。お。なんかできたっぽいね。できたっぽい、押してみるよ、俺も。はい、押してみてください。あ、できたっぽいね。 でカメラロールを見ると見てみますかあ、できてるできてる。できてる,きてるおお<ー>ということですね。できたっぽい。はい。ただこれをやっちゃうと画面が画面がブラックアウトしちゃう。そうですね。あ、画面がブラックアウトしてしまったことで映像がぶっ飛んだけど大丈夫かな どうだ。あ,あ、まあいいや。オッケー。あれ、ホトマンさん画面固まってません？あ、動いてないだけ。動かしてないだけ。いや、完全か、こっちの画面が止まっちゃったな。<laughs> え、動かない？<laughs> いや、違う、こっちの問題だと思う。あ,あ、そっちが。あ、動いた動いた。うん。じゃあ、まあ一曲聴いてよ。<laughs> じゃあ、ちょっと映像戻します。はい。 いやしかこれもこれ完璧ですね。完璧ですよもうやった私アイドルになれました。<laughs> デビューですデビュー。これはも,もう若かりし頃のホットマンとマルベリーの再現ですね。はい、再現だね。はい。じゃあこれをお互いのツイッターに。はい。あでもこれ上げれるのかな。上げれるでしょ。多分ツーあ動画ツイッター上げれないか。 いや上げれるんだけど多分秒数が決まってんじゃないかなそうかそうかまあ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 こんな感じでえ自分でモーションを取ってそれを他ののんかなんだろうツイッターに上げるとかなんかバインに上げるとかそういう形で使えるみたいなそうですねいうので非常に世界中で流行っていると、ね、はい といいうことでございました、まあ<え>ちょっとねやりながらだったんでね、うん、グダグダな感じは多少あったんですけどそうですねはい、えー、このマイアイドルというアプリぜひ皆さんもやってみてくださいはい、はい、あのなかなかね良かったんじゃないでしょうか結構面白いね結構面白いですねうん、うんはい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございましたありがとうございますまたお会いしましょうしたけい。したけした